国鉄滝2800経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式から改造され、別形式となった多サ4900型についても本項目で解説する。多岐2800型は、 火星壮大器専用の30トン石炭区社として1953年6月24日から1966年1月25日にかけて332両が、日立製作所、汽車製造、三菱重工業、日本車両製造、飯野重工業、造機車両、富士重工業、新潟鉄工所、川崎車両の旧車にて製作された。この332両のうちには、 多数の多形式からの改造編入者が含まれている。また逆に、本形式から多数の車が種車となり、多形式、多機200系、多機2600系、多機6700系、多機8050系、多機9150系に改造をされた。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置し小多機と表記する。本形式の他に、 火星相談駅を専用種別とする貨車は、タム900系、タキ1400系、タキ2600系、タキ7750系当日に29形式が存在した。1979年10月より火星品分類番号、新81が表記された。落成時の所有者は、鉄橋社、東亜合成化学工業、宇部相談工業、旭ガラス。 クレハ化学工業、大阪ソーダ、新日化産業、徳山ソーダ、東洋ソーダ工業、関東電化工業、大日本宝石、日本カーバイド工業、北海道ソーダ、西木商事、旭工業、日本霊ン、新越化学工業、大和宝石、旭化成工業、三井化学、旭電化工業、日清工業、三井物産、採用パルプ、田中愛。 電気化学工業の26社であった。ドーム付きな大のぶつ姿のタンク帯は、普通構成で内部に、純度保持のためのエポキシ樹脂塗装が施され、断熱材を巻き規せを装備した。二役方式は、タンク上部のマンホールからの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式であり、両管は S 字管を装備している。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は 9700mm、全幅は 2531mm、全高は 3637mm、台車中心間距離は 5600mm から 6550mm、重量席は20.0立方メートル -23.0 立方メートル、次長は16.3トンから18.7トン、換算量数は、席車4.5、 空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41、TR41A、TR41C と、平ら軸受け、コイルバネ式の TR41D-2,TR41D-4 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には93両の車席が JR 貨物に提唱され、 1995年度末時点で重量が減存していたが、2007年10月に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。1966年2月28日に、多岐2800型より一両の専用種別が、サラし駅に変更され、記号番号は新形式名である、ダサ4900型とされた。その後本形式は、 増備されることなく一形式一両の存在であった。記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。本形式の他にさらし駅を専用種別とする形式には、他4100系、タら600系、タら700系、たき4900系、四千4950系、たき8050系、たき16100系、 多岐一万八千五百系の八形式があった。所有者は呉羽化学工業であり、常備駅は常磐線の名こそ駅であった。車体色は黒色、寸法関係は全長は九千二百ミリメートル、全幅は二千四百ミリメートル、全高は三千七百二十二ミリメートル、台車中心間距離は五千三百ミリメートル。 事業積は20.1立方メートル、地上は16.5トン、換算量数は、積車4.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。改造より、約8年後の1973年10月2日に、廃車となり、同時に、形式消滅となった。国鉄多さ4900経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。